皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年4月28日12時9分、各議員さんへのメッセージと、あと、まあ、経団連や、各、役員、会社の役員の方たちへのメッセージなんですけども、まあ、エネルギーの残存量問題は今まで、散々言いました。で、それで、まあ、ここの私の住んでいる有野第一タウンハイツの、会計報告書でのエレベーターの電気代を見てもらったらわかると思うんですけども、これ、ここです。41万3000円いくらと。まあ、このあたりはまた別のところの、まあ、これは蛍光灯の方の電気代とかなんですけども、ここの住宅の、その、エレベーターって地下1階と上は4階までしかないんです。で、まずエレベーターを使うことって、方法はあんまりないんですけども、だけども、金額見ていただいたらわかる通り、ただ、地下1階と上4階までの、まあ、一つのワンフロア、まあ、10軒ほどの家、10個ほどの家なんですけども、それでも、年間で見ると、これだけのエネルギーを消費していると、エレベーターの金額、まあ、電気代で言うと、っていうことはですよ、12階建てだとか、エレベーターを、12階建てで2機つけていたりだとか、そういうところだったらもう完全に100万超えてきますよね。で、多分200万くらいになるんじゃないですか。で、まあ使用頻度とかにもよるんでしょうけども、そのビルの高さを上げれば上げるほど、その、もう金額で私は説明しますけども、エネルギーを大量に消費してしまうっていうことなんですよ。だから高い建物はもう絶対作っちゃダメっていうことを、早急に国会で法改正をして、新しい法律でもいいです。エレベーターのない建物を作りなさいと。こういうようなことで、物事をしっかりと定めなければならないと。こういうことですね。で、基本的に多くの人は階段、登って歩けます。で、なかなかその車椅子を押して生活されてる方、面倒見られてる方はまずいません。で、まあエレベーターなしでね、ほとんどのところは生活できますんで、とにかくエレベーターのない社会っていうものを法改正でしっかりと成立させなければなりません。まあ、エスカレーターが大体のところついてるんですよ。エレベーターとその商業施設のところなんですけど、エレベーターとエスカレーター両方ともついてるでしょう。ものすごい無駄です。そもそも多分ね、その、ほとんどの人はまず階段で移動できるでしょう。だから僕はイオンモールとかでも、階段、ほぼすべて、9割以上階段を使用しています、毎日。なかなかエスカレーターを使うことはないですね。まあ、電車の乗り降りでもそうですけど、基本的に階段ですね。そうしなかったら、まず自分の足腰が弱ってしまいますよ。まあ、昔から言われているのが、車なんか乗り始めたら、ダメになるって言われてるんですよ。周りが見えなくなりますから、車の運転だけになってしまって。ああいう風な店も倒産したか、こういう風な店も倒産したかとか。だから本当の人口の絶対数とエネルギーの残存量問題と、そういったところを軸に、全面的にものを言うようにして、まあ、経済関係の話なんかもあまりいいですね。いらないですね。経済の話するから余計人間おかしくなるんだと思いますよ。まあ、昨日、兵庫県加東市の、大川瀬ダム、まあ、どちらの名称か、まあ、点々がつくのかつかないのかのところなんだけど、まあ、多分大川瀬ダムだって、で、いいと思うんですけど、そちらからの、登場が、最終的には、加古川に、合流するんですが、多分まあ、その加古川が、
兵庫県で一番大きな河川だと思われます。まあ、そちらの方、撮影して、今動画を、ダウンロードしていて、この後エクスポートしたりだとか、まあ、なんとか、まあ、今日中にはアップロードできるとは思うんですけども、まあ、そこで私が言ってる内容とか、聞いていただいて、日本全国各自治、地方自治体が、どういうふうに動かなければならないのか、これをしっかりと、ご理解していただくと。正直エレベーターなんか、この階層だったらいらないと思いますよ。なぜエレベーターをつけてしまったのかというところですね。昔はその集合住宅5階建てぐらいのところってエレベーターなかったじゃないですか。で、もう、どこの建物でも、それでいいと思うんです。商業施設だろうが何だろうが。以上です。日本中のこのエレベーターがもしなかったとしたら、電力の消費、どれくらい抑え込めていたかっていうことを、皆さんでしっかりと考えていた、いただいた方がいいですね。50階建てのビルなんかで、例えばエレベーター、まあ、30階建てでもいいと思います。まあ、6機ほどつけてる、6台ほどつけてるとこあるじゃないですか。もう1000万絶対超えるでしょう。年間何千万かかってます。もうこれが世の中の現実ですから、それが行政関係の人たちが作ってる大きな建物、ビルだったりするんですよ。市役所とか。県庁はそこまで大きくなかったかもしれませんけども、人口はずっと減ってきてますんで、大きな建物を作る必要性は全くありません。無駄な建物を、減らしていきましょうと。そういうことです。以上です。あと皆さん、チャンネル登録と、淡井圭介の、着信通知の設定と、あと、着信通知の設定がわからない方は、身の回りに聞いていただいたり、販売店の方で聞いていただいたり、その後は、淡井さんの上げてる、動画見た方がいいよと。世の中の現実がわかるからと。そういうことをしっかりとお伝えしていただけたら助かります。今、まあ、チャンネル登録者数の方の数が、560人を超えたところですね。まあ、1000人を超えるぐらいのところになってきたら、なんとか1年間の、過去365日を遡って、動画の再生時間が3000時間とか4000時間を突破してくるんじゃないかなと思っています。重要な内容かなり多いんで、皆さん、しっかりと、理解していただきたいなと思います。できるだけもうエレベーター使用しないでおこうとか、エスカレーター乗らないようにしておこうとか、エスカレーターってあれ乗ると、乗ったら乗ったらだんだん弱ってくるんですよ。ギアとクラッチのところが、車と一緒で。私のホームページから、その事故関係のところで、280番、かな、それぐらいのところに、事故関係っていうところがあると思うんですけども、エレベーターがね、昔東京のビッグサイトエキスポでもあったんですけども、重量に耐えきれなくて、上りのエスカレーターが、もう、下りになってしまったんですよ。それはある一定の重量もあるんですけど、それ、重量だけじゃなくて、多分、クラッチとギアのところで、クラッチの方が摩耗で削れてきてしまって、滑り始めて、上の方に動力がしっかり伝わらなくて、上に登っていかなくなって、耐えきれなくなって、クラッチの方が。これね、ギア抜けとか経験したことある人だったらわかると思うんですけども、車を運転していた方でね、その中古車とかを安い値段で、例えば買って、ちょっと乗っていたら、数年と経たないうちに、5年も経たないうちに、ギア抜けが起き始めたと。で、ギアボックスごと交換しなければならない、まあ、オートマティックの、車で、その当時は24万円以上かかってましたね。だからまあ、クラッチとギアの仕組み、まあ、僕は工業高校で機械科だったんですけども、まあ、自動車科の方も、まあ、ちょっと、見させてもらったりだとか、そういうこともしてましたんで、まあ、大体、その辺のところはわかります。だからもう、エスカレーターも、もう、方法を作らなくていいと思いますよ。坂、その、階段がそんなに危ないっていう方はまずいませんので、坂
を登っていけばこけることはまずないということになってきますんで、以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあチャンネル通知、チャンネル登録と通知の設定と、あと皆さんの、身の回りの方に青江さんの動画を見た方がいいよと。着信通知のこの設定をしてもらわなかったら、私がどのような動画をアップロードしたかが、これがわからないっていうことになってきてしまいますね。基本的にホームページ、淡井圭介の歴の一番を見てもらったら、日々上げてる動画等にアクセスできるようにしています。以上です。